Japan's Shino Matsuda qualifies for the Asian region. このオリンピックの1年前に獲得できたことはすごい嬉しいです。帰ってくると生卵かけご飯を必ず食べます。本当ですか。はい。なかなか食べられないんですよね。そうですね。やっぱ海外だと。はい。卵がなかなか生で食べれないので。獲得できたことはすごい嬉しいです。ずっとのオリンピックに出場することも目標にしていたので、切符を取れた時は素直に嬉しかったです。東京オリンピックの予選もそのエルサルバドルっていう国で行われたんですけど、今振り返るとやっぱりその内定ということを持っていて大会に出ていたので、もちろんプレッシャーはすごく感じていたんだろうなっていうのは振り返ると思って、でもこの前回のパリオリンピックの予選も同じエルサルバドルで開催だったんですけど、やっぱり悔しい思いが残った場所でのまた開催だったので、すごくリベンジという気持ちが強くて、まあ、絶対に次は自分の手で取るぞっていう気持ちで行くことができたので、東京の時の逃した悔しい思いも今となってはすごくなんだいいモチベーションじゃないけど、乗り越えることができてとても良かったなと思います。今後もそのアスリートとして勝ち負けがある中で悔しい思いや挫折を味わうことはあると思うんですけど、3年前に経験してでも乗り越えることができて次にまた進むことができたっていうことが、今後も生きていくんじゃないかなと思うので、その気持ちを保つことを大切にしていきたいなと思います。サーフィンとの出会いは茅ヶ崎で生まれ育って、で海が家から近かったので、毎週末サーフィン始める前から海には遊びに行っていて、地元のサーフィンスクールに入って始めたのがきっかけです。初めては6歳くらいの時でした。茅ヶ崎はでもすごく人がこう、温かくて地元を愛している感じで、私も茅ヶ崎にこう、海外遠征とか行って戻るとすごく落ち着くし、サーフィン本来の楽しさを思い出させてくれるような場所です。サーフィンの魅力は同じ波が来ないっていうところの難しさがありつつ、でもそこで常にこうチャレンジし続けられることが魅力かなと思っていて、国内外回って本当にその地その地でさまざまな自然とかその波の地形が違ったりするので、いろんな世界を知ることができるのもすごく楽しいです。大会の時は本当に波が来ない時間内に来なくて乗れないくて負けちゃうとかっていうこともあるので、本当に自分がコントロールできることに集中することに心がけていて、でもそれでもその練習の時とかもちろん試合の時も逆にすごくいい波が自分の時に来た時はやっぱり何年サーフィンをやっていてもドキドキワクワク感を忘れずにやっていけるので、そこがすごい魅力かなと思います。オリンピックは小さい頃からテレビで見たりしていて、スポーツの素晴らしさやその選手自身の諦めない姿とかから勇気をもらったりしていたので、自分が今度はその立場に立てることをすごく嬉しく思うし、よりサーフィンの競技のことも知ってもらって、自分自身もその見てくださる方々にチャレンジして諦めない姿や勇気とかを与えられるような選手になりたいです。夢はでもスポーツを通してサーフィンを通して勇気や希望を与えられるような人になりたいっていうのは小さい頃から思っていて、今後の大会やオリンピックで活躍することが自分の一番の目標ですし、その応援してくださる方にも期待通りの結果を見せたいなっていうのもあるので、それが一番直近の目標です。すごく特別な4年に一度しかない舞台なので、
こで自分が後悔しないように日々これからも過ごしていきたいし、サーフィン会場もタヒチのチョープっていう会場でとても特別な場所なので、記憶に残る大会にしたいなと思います。